こんにちは、かなです。今日は N4 の人に関する漢字を9つやります。じゃあ早速いきましょう。1,2,3,4,5,6,7、 7画で死とか私、私と読みます。これ一つで私もしくは私と言います。例えば私有地、死と言います。私有地、私有地というのは個人の土地のこと、町が持っている土地ではなくて、公園とかではなくて、個人の人が持っている土地のことを私有地と言います。その他には使用、これは会社とか何かの団体の用事ではなくて、自分個人の用事のことを使用と言います。では次、1,2,3,4,5,5画で今日とか兄、兄と読みます。これ一つで兄、例えば兄貴、男同士の兄弟では兄貴、年上の兄弟のことを兄貴と呼ぶことがあります。その他には義兄と呼びます。兄、義理の兄、例えば自分が結婚している相手のお兄さんは義兄になります。その他には兄弟、これは兄と読みます。男の子同士のお兄ちゃんと弟、兄弟と読みます。あと兄さんと読みます。兄、お兄さん、年上の兄弟。では次、1,2,3,4,5,6,7、 7画で大とか帝で弟と読みます。これ一つで弟、の兄と弟で兄弟、ではこの字を書きます。あとは義兄と読みます。兄、義兄、義理の弟のこと、自分の結婚相手の弟は義兄。これ弟子と読みます。弟子、弟子はどこかの団体とか会社とかに入って教えを受ける人、教えてもらう人を弟子と言います。大工に弟子入りする、ラーメン屋に弟子入りするなど、そのお店とか会社とかに入ってから教えてもらう人のことを弟子と言います。では次、1
1、2、3、4、5、6、7、8。8画で姉とか姉と読みます。これ一つで姉。例えば義姉、義理の姉のことを義姉と言います。例えば自分の結婚している人のお姉さんがいれば、自分から見ると義姉になります。その他にはをつけると姉えになります。姉上という言い方もあります。姉上、時代劇なんかで出てくるかと思います。姉上。では次、1、2、3、4、5、6、7、8。8画で舞とか妹と読みます。これ一つで妹。自分より年下の兄弟を妹と言います。これも義理の妹は義妹と言います。結婚相手の妹がいれば、自分から見たら義妹になります。その他にはさっきの姉と妹と書いて姉妹。これは女の子同士の兄弟のことを姉妹と言います。では次、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。16画で親とか親、親しいと読みます。これに親をつけると親しい。親しいは仲が良くて相手のことをよく知っていることを親しいと言います。その他には親子、親と子供のことを親子。その他には親切と言います。実はまだやってないけど漢字で書いておきます。その他には肉親、肉親は血のつながった親とか兄弟とか親戚とかを肉親と言います。では次、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。11画で族と言います。族。例えば王族、王様の一族を王族と言います。その他には
館はやってないか。水族館、水族館、書くときは水族館、話すときは水族館。ここはちっちゃい「つ」に出ます。話すときは水族館になります。家族、ファミリーのことを家族と言います。その他には今はあまりいないんですけど、暴走族、そう、う、族。みんなで集まって車やオートバイで交通ルールを守らないで走る人たちのことを暴走族と言います。では次、1、2、3、4、5、6、7、8、8画で「しゃ」とか「もの」と読みます。これ一つで「もの」。例えば「若者」、まだ年齢が若い人のことを「若者」と言います。その他には「学者、ここは者と読みます。学者は何かを学んでる人を学者と言います。その他には読者、私がこの本を買って読んでいます。これはこの本を書いた須崎先生から見ると私は読者です。この読者、私から須崎先生を見るときは著者、本を書いた人のことを著者と言います。須崎先生は動物病院の先生です。では次、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10画で陰と読みます。これ一つで陰。例えば人に陰と書いて人陰、人陰、人陰。人陰はメンバー、一緒に何かをやるメンバーのことを人陰と言います。その他には全員、全員はここにいる全員といえばこの場所にいる人たちみんなのことを全員と言います。その他には満員、満員電車とか満員バス、今日の入場は満員ですなどにもうこれ以上入れませんよというぐらい人数が集まっているところを満員と言います。今日は人に関する漢字9つやりました。漢字を覚えると少しずつ文章を読むのが楽になります。なるべく漢字は回数出すように頑張ります。下のボタンからチャンネル登録をして待っててくださいね。じゃあ今日はここまで。またね。